こんにちは、サンリンです。今日もお話をお聞きいただいてありがとうございます。今回から何回かに分けて、不安だったり恐怖といった感情との上手な向き合い方っていうテーマで、お話をシェアしていきたいと思います。今回の動画だけじゃなくてですね、ちょっと今、3回か4回かぐらいに分けて、このテーマでお話ししていこうと思いますので、3週間4週間ぐらいかけてこう全部上げていこうと思ってます。でどうやって、人生をより豊かなものにしていくのかっていう、メッセージで僕、配信していますけれども、こういう配信をしていると、この自分の感情とどういうふうに、向き合っていけばいいんでしょうかっていう、質問をとってもよくいただくんですね。僕も正直今でも不安っていう感情、恐怖っていう感情を、持つことたくさんありますし、おそらくこう生きていく上で不安だったり恐怖といった感情、これは完全にはなくならないんじゃないかなというふうには思ってます。でなんですけど、その不安だったり恐怖と上手な向き合い方ですね、上手な向き合い方を習得することができたので、それが原因でこう人生が不安定になったりだとか、こう以前のようにこう必要以上に苦しくなるっていうことはなくなってきました。で今振り返ってみると、不安だったり恐怖っていう、こう感情にある意味支配されてコントロールされていたようなこう人生の時期が結構長くてですね、で、人一倍そういった感情と無理して戦っていたような、そういうようなこう生き方を僕はしていたんですけれども、その当時はですね、こう自分の感情の性質だったり本質っていったものを分かってなかったなっていう、ところと、あとはこの上手な向き合い方っていうのを知らなかったなっていうふうに、今では思うんですね。自分自身の人生の、舵取りを、不安だったり恐怖という感情にコントロールされていたなっていうふうにすごく、今はこう振り返ってみて、思います。で実際そういう感覚を持っている人からのご相談メールっていうのをすごくよくいただくんですね。こう不安だったり恐怖をベースに、こう人生をやっていくと、結局はこう自分自身の心の状態だったりあり方が現実にそのまま反映されますんで、より不安だったり恐怖が増長されるような、こうある意味で引き寄せがエンドレスで起きていくんですけれども、それにこう気づいたような方々からですね、よくこういうメールをいただくんですね。で、そういう経験を僕自身もやってきた中で、自分なりにこうやって不安だったり恐怖と向き合っていけばいいんだなっていうことがつかめてきたこうポイントがいくつかありますんで、僕がその普段不安だったり恐怖とどう向き合っているのか、僕なりの普段の考え方だったり、あとワークっていう形でもシェアしていけたらなというふうに思います。で今回のこの動画はですね、不安との向き合い方っていうところよりも、なぜ僕がこの話題でお話をしようと思ったのかというところをですね、ちょっとシェアしていきたいと思っています。どうして今回のトピックがそんなに大切だと思っているのかについてですね、ちょっとお伝えしたいと思います。これを先にお伝えしておくことで、よし、じゃあ真剣に聞いてみよう、真剣にこう取り組んでみようというふうに思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。よくそのこの不安っていう、こう感情からこうすぐに抜け出したいんですっていう、こう切羽詰まったような方からもメールいただくんですけど、その不安っていう苦しい感情から今すぐに抜け出したいっていう、そういう、こう気持ちにお伝えするっていうこと以上の意義があるんじゃないかなっていうふうに僕は思っていまして、どういうことかっていうとですね、不安との上手な向き合い方を習得して、でこう喜びベースで生きる人ですね、と不安との向き合い方が分かんなくて気づかないうちに感情にコントロールされて、生きる人、要は不安ベースで生きちゃう人ですね。この、両者の違いなんですけど、人生のクオリティがですね、全然やっぱり変わってくるんですね。これ引き寄せの法則的に言うと、引き寄せる未来が全然違うんですね。未来が全然変わってきます。不安との上手な向き合い方を学ぶ前に、こういった部分をですね、ちょっと理解することが大切なんじゃないかなって、僕は思ってます。でこれは僕の経験則からのお話なんですけど、
まあ、人生なんかうまくいかないなとか、なんかこう人生パッとしないんだよなって感じている人は、本人も気づいていないことが多いんですけど、この不安だったり恐怖っていう、という感情との向き合い方が分かんなくって、感情に無意識にコントロールされていて、でそのことに気づいていないっていうケースがすごく多いんですね。これどういうことかっていうとですね、不安だったり恐怖に心が支配されている、心がコントロールされているっていう、無意識のうちにそういう状態だっていうことは、心のセンサーだったり心のコンパスに敏感になれないっていうことなんですね。まあ、心のコンパス、心のセンサーっていうのは、要はですね、こう自分にとって、まあ、ワクワクすること、心地のいいことと心地の悪いことをこう区別する、まあ、感覚のセンサーって言えばいいですかね。まあ、自分にとってワクワクすることが何なのかを感じ取る心のセンサーのようなものなんですけど、よくこうワクワクすることをやると、いろんな、ことがうまくいきますよとか、ワクワクすることをやると引き寄せが起きますよっていう、まあ、つまりこれっていうのは、人生がスムーズに、いい感じの方向に、こう楽しい方向に、流れていきますよっていうことなんですけど、じゃあ自分にとって何が、ワクワクなのか、何がこう純粋に喜びベースでやりたいって思えることなのかがわからないっていう方が本当に多いんですけど、これは結局ですね、無意識でこう不安だったり恐怖といった感情エネルギーに邪魔されているっていうことが本当に多いんですね。その感情エネルギーがこう、まあ、不安だったり恐怖といったものがノイズのような感じになって、自分の心のセンサーに、こう正確に気づけないといったような状態なのかなと僕は、思ってます。で、自分自身がいつも何気なくやっている行動が実は不安がベースとなっている行動の場合、本来の自分のワクワクからはこうそれた方向に人生が流れていくっていうことですね。じゃあちょっと具体例を挙げますと、例えば恋愛パートナーシップにおいての不安でいうと、まあ、よくあるのが相手から捨てられるんじゃないかっていう、例えばですけど、そういう、こう不安がベースにあって、でそれに無意識で支配されてしまっている場合、こう相手のちょっとした言動に一喜一憂してしまって、それがいざこざに発展してしまったりだとか、まあ、もしくは相手に捨てられるっていう不安が強いから何かこう必死になってしまって依存してしまったり、でそのことで相手に惹かれてしまったりだとか、そういうケースがよくありますね。でもこれが不安じゃなくって喜びベースの方で生きられるようになると180度変わるんですね。例えば相手と一緒に楽しい時間を過ごしたいっていう、ワクワクの軸、そういう、こう軸からブレなくなると、相手のちょっとした行動にはこう一喜一憂しなくなって、こう不必要にこうネガティブな解釈をしなくなるってことですね。で、相手と一緒に幸せで楽しい時間を過ごすっていう本来のワクワクに沿った現実を想像して生きやすくなるということです。あとは例えばお仕事だったり豊かさの分野で言うと、やっぱりこう不安ベースで生きていると、この不安だったり恐怖という感情で心のセンサーが鈍感になってしまいますんで、本当にやりたいことがわからないっていう壁を感じられる方が多いですね。極力不安に支配されない状態で、喜びベースでこんなことやってみたいなとか、こんなことやったら楽しいかなって感じることを選択することが大切ですんで、やっぱりこの不安だったり恐怖といった感情エネルギーは自分の心のセンサーをこう鈍らせてしまうんですね。あとは、まあ、豊かさを循環させるっていう意識が、こう不安だったり恐怖があるとそういう意識が働かないんで、富が増えていかないです。富をこう気持ちよく循環させるっていうことができないんで、富が増えていきづらいですね。と僕の他の動画音声でも言ってますけど、どういう意識でお金を払うのかだったり、受け取るのか、あと価値を創造するのか、このどういう意識でっていうところが、物質的な豊かさにも影響します。であとは気持ちよく豊かさを循環させるっていう意識が働きづらいので、まあ、富が増えていきづらくなりますよね。
僕の他の動画音声でも言ってるんですけど、どういう意識でお金を支払うのか、お金を受け取るのか、または価値を創造するのか、このどういう意識でっていうところがすごく物質的な豊かさに影響してきます。例えばお金がなくなってしまうんじゃないかっていう不安だったり恐怖が強くって、そういうものにこう無意識に支配されていると、余裕を持った気持ちで富を循環させることもできないし、気持ちよく価値を創造して提供するっていうことも難しくなっていきますね。こんな風に不安だったり恐怖との向き合い方を自分の中で掴んでいないことで、生き方の軸のようなものが定まらないんですよね。でも不安との向き合い方が自分なりに掴めてくると、もちろんこの一時的に不安だったり恐怖を感じることっていうのはおそらく生きてればあるんですけれども、この向き合い方っていうものを分かっていると、この心のブレが少なくなってきて、心がこう静かな状態が多くなっていきますので、こう静かに自分のワクワクに近いこうワクワクに沿った行動を選択することができると、そういう、こう生き方に変わっていきます。では今日はその不安だったり恐怖との上手な向き合い方シリーズの第1弾ということで、その大切さだったり人生に与えるインパクト、引き寄せの法則との関係についてお話をさせていただきました。不安だったり恐怖と上手に向き合えるようになることで、人生がどんどん楽しく自由に豊かになっていきますんで、続編楽しみにしておいていただければなと思います。また1週間後か2週間後に続編撮っていこうと思いますんで、気長に適当に楽しみにしておいていただければすごく嬉しいです。では今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。あなたの大成功をお祈りしています。